どうしたんだマリク、そんな変な顔して。顔いつも通りだよ。なんで気が入るいいカードが出たんだよ。へー、散歩でも行ってくるか。もうちょっと半身鏡によって。一体何のカードなんだ。これだよ、東北さんの新境地。気に入らないよ。あ、ごめんごめん。4月22日発売のデュエリストネクサスに収録予定のカードだね。そう、そしてその効果はレベルの合計が10になるよ。自分の手札フィールドからモンスターを墓地へ送り、カードを2枚ドローできるぜ。レベル10番トレードインってことか。いや、墓地へ送るのは任意の数で OK なので、手札だけじゃなく場からも送れるから。トレードインより範囲が広いぜ。もうちょっと興味を持ってもらってもいいですか。そんなにラーと相性がいいのかこれ。ああ、レベル10のモンスターがいっぱいのデッキだし、特に墓地に送っておきたいゴッドフェニックスもレベル10だからな。ガーディアンスライムを墓地へ送れば、ラー関連のカードをサーチできるし、かなり噛み合ってるぜ。なるほど。さらにゴッドフェニックスが墓地にいる状態で、フィールドのラーをこっそりこのカードを発送すれば、カードを2枚ドローしながら墓地からゴッドフェニックスが出せるぜ。バックアド。しかもなんとこのカード単一制限がない。ラー以外のデッキでも幅広く活躍しそうなカードだよ。ならデュエルしようぜマリック。ああ、いいぜ。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。ああ、望み通りにしてやるよ。俺の手札には特産の新境地とガーディアンスライムがある。この意味がわかるかな、ユウ。え、ちょっとわかんないです。なんでだよ、さっき解説したばっかだろ。デヒン。まあいい、俺のターン、メイフェーズ。いや、その前のスタンバイフェーズに俺はこのカードを墓地へ送って発動。あ、それはディメンションアトラクター。次のターンの終了時まで墓地へ行くカードは除外される。ああ、墓地へ送るコストだから特産新境地発動できないじゃん。さあ、お前の持ちうる最高の戦術で挑んできた。いや無理だわ、最高の戦術サッタイム封印されたよ。デュイン、特産の新境地が入ったデュイリストネクサスは4月22日発売。宣伝するならもっとちゃんと活躍させて。お金ないからマリック買って買って買って。俺に出るな、急に子供みたいになるのやめて。チャンネル登録高評価しろ。口が悪い。